老化を防ぐ方法ベスト3。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は千葉県勝浦のキャンプ場からお届けしています。今日は質問いただきました。神原さん、50歳男性、老化の本を読んでいたら年を取ると体力、記憶など苦手なことが増えてくるとありました。丸くなると言いますが、発達障害のような特性はかえって強く出てしまうのではないかと不安になりました。苦手なことを目立たなくする年の取り方はありますか？年取るとね、その人本来の性格傾向が強く出るってことは言われてると思います。ですから頑固な人がより頑固になるみたいなことっていうのはね、起きてくるということはね、言われていますね。一方でですね、脳の老化ってどうなのと言った時に、年を取れば取るほど脳が老化していろいろなそういうマイナスの影響が現れますよっていうことが、例えば記憶力が弱まってくるとか、物覚えが悪くなるとか、そういったことも含めて年を取るほど老化っていうのが起こってきて、あるいはそういう感情の変化っていうのも起こってきて、本当に年を取ると良くないことが連続して多発的に起こってくるっていうふうに多分皆さん思ってると思うんですけど、実は最近の脳科学ではそれは否定されています。年を取れば取るほど脳は老化して衰えるっていう考えが、なんと最近の脳科学では否定されてるんですね。ご存知ですか？なので、古い本を読むと、今みたいに年を取れば取るほどいろいろな変化が起こってきて老化が進みますよって言われてるんだけど、最新の脳科学研究の本とかを読むと、例えばですね、私が最近読んだ本は、年を取るほど賢くなる脳の習慣、日本実業出版っていう本があるんですけど、この本にはね、こういうふうに書かれてます。年を取ってもニューロンは大量に失われないということが科学的に証明された。脳は中年期にその能力がピークに達し、重要な脳に起こる深刻な機能の欠損は70代後半まで発現しない。なんと65歳頃に脳の力という能力ね、脳の力はピークに達する。さらにそれは70代後半まで続くっていうことが最近の研究で分かっています。驚くべき研究ですね。とはいえ、年取ると記憶力下がんじゃねえの、多分多くの人は思ってると思うんですけど、それは何もしないとそうなります。だからテレビばっかり見てるとか、ゲームばっかり見てると脳っていうのはどんどん使われてない状態になります。あるいは人と会わなかったりすると脳に対する刺激が著しく減ってきますので、脳に悪い生活習慣をしている人はどんどん脳の力は衰えて物忘れも進んでいくし、さっきのような感情の起伏が激しくなったりするということも起こってくるでしょう。しかしながら、きちんと脳に良い生活習慣をしていけばですね、さっきのように70歳を過ぎてもその能力は落ちないっていうことがね、さっきの科学研究で分かっています。じゃあ、どういう生活習慣をすると老化を防ぐことができますかっていうのが今日のね、脳の老化を防ぐ方法ベスト3なんですけど、ベスト1は運動という形になりますね。運動すると BDNF という物質が出ます。 BDNF っていうのは脳の神経細胞を維持し、脳の細胞が死亡するのを防ぎ、脳を生き生きとした状態に維持するために不可欠な物質でございます。つまり BDNF が減れば、さっき言ったように脳の神経細胞はじゃんじゃん死んできます。一方で、定期的な運動習慣によって BDNF がしっかりと出ていれば、脳の細胞が死ぬのを防ぐんですね。つまり脳の老化を防ぐ。脳の老化をすることによって脳の細胞がどんどん死んでいきますので、記憶力の障害や、あるいは場合によっては認知症ってことが起こってくるわけですけど、脳の神経細胞が死ななければそれは老化が進まないということなので、 BDNF をたくさん出すということが脳の老化を進めないということになりますね。1日20分から30分ぐらいの運動というのは散歩ですね。少し早歩きの散歩をするぐらいの運動量で認知症になるリスクを2分の1に減らせるっていう、そういうね、研究があります。ですから、定期的にっていうかな、普通に散歩したり、毎日朝散歩1日15分から30分しなさいっていうふうに言ってるけど、そういうことをしてる人は、そうしてない人に比べて認知症になるリスクが半分も少ない。つまり脳の老化を相当に抑制していますよってことが言えますので、ぜひ皆さんも先ほどのようにね、年を取って老化して物忘れしたらどうするんだ、年を取って感情の起伏が激しくなったり頑固者になったらどうするんだみたいなふうに思ってる人は、きちんと運動するってことが一番重要ですね。脳の老化を防ぐ方法ベスト2、学びですね。あるいは教育、専門用語で言うと認知的予備脳って言うんですけども、高学歴者は認知症になりづらいっていうのが昔から言われてるんです。言われてるというか、こうデータとして出てるんですね。だから、それってどうなのって言った場合において、いろんなことを知っている、脳をよく使っている。だから分かりやすく言うと、今脳のキャパを平均を100としましょう。それが脳の機能が落ちて 20% 落ちたとしたら80になっちゃうんですね。例えば脳の機能を200、いろんな知識とか経験たくさん持ってる人が200持ってたとしましょう。そこから 20% 落ちたとしても、それ160にしかならないので、100切らないわけですよ。だから、こういういろんな皆さんの知識や経験や学びやもの、あるいはそういったことをやることによって脳を発達させるっていうことを、専門用語では認知的予備脳っていうんですけど、その認知的予備脳を高めておけば、多少さっき言った脳の神経細胞が少し死んだり、脳の機能がちょっと下がったぐらいでは全然大丈夫ですっていうのが最近の理論
んですね。ですからじゃあ皆さん何すればいいですかって、さっき学歴って言ったけど、別に大学出てなくても自分で社会人になってから学びですね、いろいろね、本読んだり、あるいは習い事をしたり勉強したりする年をとってもですね、私も40歳後半にウイスキープロフェッショナルとかウイスキーの試験を勉強して受けたりしましたけども、そういうふうにね、何か自分の興味のあることを学んだり勉強したりするっていう脳を使うことですね。そういうことによって皆さんの経験値を増やすってことが、実は脳の老化を予防し認知症の発症を防ぐってことにものすごくつながってますよってことです。脳の老化を防ぐ方法ベスト3、3番目はですね、コミュニケーションって形になりますね。コミュニケーションの逆はコミュニケーションがない状態、孤独。孤独というのは認知症のものすごい発症リスクであるっていうことが最近分かってますね。分かりやすく言うと、一人暮らしのお年寄りとか、あまり外出もしないような方はものすごく認知症のリスクが高まります。なぜかというと、人と会っておしゃべりするっていうことはものすごく脳を使ってるんですよ。相手が今言ったことを聞いて自分は話す、でも場違いなこと話したら困るから、こうこうこうでこうでこうで、あ、こう言おうというふうに常に頭を回転させながら人とね会話するっていうのをしてるんですね。これが例えば家に一日中行って誰とも会話しないでテレビばかりぼーっと見てたとしたら、一気に脳の働きっていうのはドーンと下がっていくわけですね。なので孤独っていうものが人と関わらないってことね。だから年寄りなんかでも、独居老人でもいいんだけど、例えば週に1回は何か趣味サークルみたいのに出かけるとか、あるいは老人クラブ的なものでみんなでお茶飲んで楽しくおしゃべりするとか、そういうことをちゃんと意識的にしてれば問題ないんですけども、一人で家にこもって誰とも話さないような状態っていうのはね、孤独の状態で脳に対してものすごく悪い影響を及ぼす。実際問題として孤独な人はそうでない人に対して5歳ほど寿命が短い、そういう研究もあるぐらいです。ということで、ちゃんと脳を使っていれば脳は老化しないっていう研究結果がたくさん出ております。逆に言うと、ぼーっと生活してるとどん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 脳細胞死んでいくよと、運動しないと BDNF っていう脳神経細胞が死ぬのを阻止する物質を出せるわけですよ、運動することによって。それがないってことは、じゃんじゃん脳細胞が死んでいくってことなので、運動不足すると認知症になりますよねっていうねことになっていくわけですね。ということで、今人生100年時代というふうに言われておりますけども、認知症の予備群 MCI 軽度認知機能障害っていうのもあるんですけど、認知症プラス認知症の予備群を合わせた割合でいうと、なんと100歳以上のお年寄りの 90% が認知症、認知症プラス認知症予備群であるというのが今の統計ですね。だから今言ったようなことをちゃんと意識していけば、皆さん100年時代において高齢者になってもはつらつとして生活できますけど、普通にあまり意識せずにね、運動不足になっていくとですね、せっかく長生きしたとしても認知症老人になるだけなので、本当に恐ろしい。認知症になってまで100歳まで行きたくないじゃないですか、そんなね。なので、ある意味100年時代っていうのは、ちゃんとさっき言った運動、学び、コミュニケーションっていうこの3つをちゃんとやっていかないと大変な時代になってくるということなので、ぜひですね、いつまでも脳を若々しい状態に維持するということが今の3つの方法でかなり可能になっていますので、ぜひ普段から意識していただきたいなと思います。